シュエタリリアムに来ちゃいました、はい、来ちゃいましたというか、まあ、ご飯食べに来たんですけど、なんかさっきよりお店の数が減りましたね。どうでしょう。カメロン売ってますね。これもう皮むきの状態です。カメロンで。で、あとあれがピーナッツですね。とりあえず中入りますか。あ、ここもね、半島なんですね。あ、そこから先があれかな、入場料が必要になるのかもしれないですね。あ、もう店じまいですね。もし入場料かかるようだったら明日来ます。まあお金がないわけじゃないんですけど明日でしたねとりあえず今日は下にですね、まあ、どんなところかなと、もう書いてないですね。まあ、ヤンゴンにあるセーダゴンパゴダのような感じなのかなと思いましたけど、ああ、ここがエントランスだから、もしかしたらお金取られるのかな。ここお金取られるよって言われたんですけど。何も言われませんね。ここじゃないのかな。まあいいや。もしかしたら夕方だからあれかもしれない。もうお金取らないのかもしれないですね。結構ね、ミャンマーいい加減なんで、はい。で、日本人だと、まあ、ロンジー履いて、あとそうですね、まあ、日本人っぽくしなければ、ボロボロの T シャツ着て、行けば、で、ミャンマーの洋服ですかね、まあ、そういうものを着れば、もう普通にミャンマー人だと思いますよ。もう思われる可能性が高いですね。まあ欧米の方たちはちょっと難しいですけどね、さすがに髪の色も、肌の色も違いますし、はい、もう私はもうあれですね、もう同化してますよねもう普通にミャンマー語片言でも喋れてればあれじゃないですか。もう普通にミャンマー人だと思われると思います。で逆にその外国人だっていうふうに思われない方が思われないようにもしてるんですよね。っていうのはその変に声をかけてくるので、そのヤンゴンとかね、例えばアウンサンマーケットですよね。あとは観光地とか行くとそういうところで、まあ、ふっかけてくると、うん、でも大体相場僕分かってますので、大体本当に高いんですよぼったくりですよね。ただねそれも考えもんなんですよね。で交渉制なので彼らもビジネスなんですよね。普通交渉事っていうのは売る方からすると高く売ろうとするじゃないですか。で買おうとする方は安く買おうとするじゃないですか。でスーパーとか行けば値札があるわけですよ。でタクシーとかもメーター制だったらそのメーターに表示されるわけですよ。ただそういうものがないわけですね。まあ時価で価格、時価というか交渉で価格が決まるわけなので、値下げというか値下げ交渉をしない方が悪いとも言えるんですよね、はい、だからもう
僕すごいですよ、ね、もうその値下げっていうかもう値切り方がもう本当に値切らなかったらもう無視して他のところに行っちゃいますね、はい、行っちゃうというか他のドライバー探したりとかしますね。ただ正直に正確、まあ、相場の値段を言ってきた人に対してはチップをねちょっと上げるようにしてます。500チャットとか1000チャットぐらいですね、はい。まあ値段にもよりますけど、はい、まあそういうような形にしてます。まあ正直者が報われるようにしたいなという、まあ僕の考えじゃないですけど、はい、まあそんな感じでやってます。これエントランスにやっぱかかるんだと思います。1万ちょっとって言ってたんだけどな、もう人がいないからなんでしょうね、うん、まあいいや、どうせ明日どっか他のところ行くから払うことになります。あとその仏教に興味のある方、まあ日本人ではあまり仏教に興味のある方っていないのかもしれないですけど、仏像をね買ってってもいいかもしれないですよ。安いですし、はい、日本で買うよりも断然安いです。うん、まあどのぐらいなのかな、まあ値段ピンキリなんでしょうけど、僕買ったのはどのぐらいの大きさだったかな、まあちょっと小さめのやつですよね、15センチぐらいのやつですね。でそれで4、5センチアップぐらいだったかなと思います。外国人の方いらっしゃいましたね。もう店じまいですね。あ、これと同じぐらいのやつですね。How much is this? This one? Yeah. This one is sandalwood. Hmm? This one is sandalwood. This is India sandalwood. Mm-hmm. This one?インディアンって言ってますね。Yes, this is Myanmar cedar wood. Yeah, Myanmar. Yes, Myanmar cedar wood. Okay. How much is this? This one? Mm. This one, $100. $100? Yes. This one, $500. $500? Yes. Oh, really? これ、インドから。インドから？あ、インドから。ヤクダ。あ、輸入したんだ。これはビルマヤクダ。わかりました。1万円だそうです。あ、でもこれ多分高級なやつですね。これヤクダネシアカですか。これでいくらですか。ハマチ。あ、これは $20。$20。Yes。3万チャットぐらいかな。30,000チャット。ね。だそう。うん、だそうです。Yes. まあそんな感じですね。ディスカウント。ディスカウント。Yes. Yeah.How much you bet? No problem here. Here is expensive. Yes. This one I know. ただ値段を聞きたかっただけなので、sorry, sorry talking. Yeah, yeah, yeah. I'm sorry. うん、ちょっと高いですね。まあディスカウントって言ってからもちろん交渉をして、まあそこからのスタートということですよね。はい。だからまあ半額まで下げられればいいかなぐらいじゃないですかね、はい、多分ね見た感じあれはちょっと高そうな木の材質でしたね、はい、クオリティが良かったのでそのぐらいの値段1万円って言って、まあ、1万円、うん、そうですね、ミャンマーのやつで1万円でドイツね、ドイツでねインドのやつで、5万円、500ドルでした。まあ参考になりましたかね。まあ日本でちょっといくらなんだかちょっとわかんないんですけれども、でももうちょっとクオリティの低いやつだったらもっと安く買えます。5000チャット、1万チャットぐらいで買おうと思ったら買えます。はい。ただここは、パゴダの中で買うよりも、パゴダの外で買った方が安いですね。はい。で、お腹がちょっと空いてきたので、ご飯を食べていこうかな。
あーとバイクが出せないかな。これ、あ、違うわ。これがね、ポークスレッドです。まあ、串に刺さったやつを、まあ、煮て食べるとこういう感じです。なんだろう、おでん、日本でいうおでんに近いのかな、うん、おでんに近いですね。こんな感じです。ちょっとあっちの方にいくつかお店があるので、バイクでちょっと行こうかなと思います。僕のバイクに誰かが座ってるのでごめんなさいで。Bye. No, it's mine. Thank you.